皆さん数年前、南シナ海に黒潮潜水艦が突然出現したのを覚えているでしょうか。案内役のアミカです。黒潮潜水艦といえば、海上自衛隊では旧型の潜水艦になります。今回は、この南シナ海出現に対して反応を示した中国メディアを詳しく見ていきます。潜航深度も、実際はどこまで潜航できるのかも気になりますよね。考察していきますね。護衛艦加賀がアメリカ軍との航行の自由作戦で訓練をしていたとき、黒潮潜水艦が南シナ海に突然として出現しました。今となっては、後出しじゃんけんのような状態ですが、当時のメディアでも散々報道はされていたのですが、海底に潜水艦が潜んでいるということなのです。その報道から、3日ほど後、当時の防衛大臣、小野寺らしの発言がありました。内容は、15年も前から、海自は南シナ海で訓練していた。護衛艦加賀の元には、黒潮が南シナ海での極秘任務のために潜航していたというものでした。こんな重要なことを、なぜ今頃発表したのか、何か意図があるのかと邪推してしまいますが、黒潮は旧型の潜水艦でした。その旧型でも、南シナ海で潜航しつつ、任務を行い、かつ、中国海軍にも発見されなかったという、誇らしい事実を、このタイミングで発表したわけですから、中国に対する牽制だったのかもしれませんね。個人的な意見ですが、実は、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底に潜んでいたのではないかという気もするのです。そう、旧型潜水艦の潜航深度が、旧型である、黒潮よりも深いのは当然ですが、その潜航深度は、当然ながら、極秘扱いになっています。私は 800M と思うのですが、最新鋭潜水艦、鴎竜や東竜には、リチウムイオン電池が搭載されています。こういったリチウムイオン電池を採用した潜水艦であれば、もっと深く潜れるのではないかと考えますが、この潜航深度は、そのままで数値は変化しないだろうとも考えます。その、そう、旧型潜水艦の後継艦となる最新鋭潜水艦では、潜航深度は、さすがに変わってくるでしょうね。リチウムイオンを搭載した、新型潜水艦鴎竜の性能を復習していきましょう。日本に、潜水艦は、数多くあれど、今までの潜水艦の歴史を変えたと言っても良いほど、強烈なデビューを果たしたのが、鴎竜、でした。2018年10月4日に進水式を終えた鴎竜の進化が問われる活動はまだまだこれからでしょう。しかし、鴎竜は日本の本当の忍者と表現しても過言ではありません。忍者は忍者でも海底の忍者ですから、なかなかの強敵でしょう。鴎竜というハイスペックな潜水艦の存在は保有している国よりも他の国が脅威と感じるはずです。要するに、日本の周辺国、中国、韓国、ロシアその他にしてみれば、かなり目障りな、イラつく存在が出てきたと思ったことでしょう。なぜなら、日本に近づこうとすれば、空と海の両方を突破しなければならないわけです。そこに忍者鴎竜が潜んでいるのですから、海中から、敵の接近を即感知して、防衛体制を整えることができるでしょう。無論、空自との連携も忘れてはなりませんね。海中という、自分たちには見えないところに潜む敵これほど、恐ろしいものはないでしょう。さて、鴎竜について、中国メディアが書いた記事が、気になるので紹介しましょう。中国の無料ニュースアプリ、今日頭上の19日の記事を紹介します。
内容は、リチウムイオン電池を使用した日本の潜水艦には多くの利点がある。なのに、中国ではなぜ採用しないのか。今までの、そう、流型は、鉛電池とスターリングエンジンの併用だったが、リチウムイオン電池に変えたことで、水中持続力などがかなり向上したと思われる。日本は、ここ数年軍事拡張傾向があるが、平和憲法の下で、アメリカの制限を受けている。急激な軍備拡張はできないだろうが、といった内容でした。褒めて落としたという感じですね。確かに、そう簡単に軍備拡張はできないのが、日本の良さであり、弱さでもありますが。また、この記事で覇王竜に搭載された、リチウムイオン電池についても説明しています。日本人の吉野明氏が、リチウムイオン電池の発明の成果で、2019年のノーベル化学賞を受賞したことは、記憶に新しいところですが、このリチウムイオン電池は、現在、電気自動車の多くに使用されています。通常電池の3倍の蓄電量を持つと言われるリチウムイオン電池。充電に時間を費やせない潜水艦に使用するのは、当然のことですね。効率アップも期待されますし。また、充電するために浮上する必要がなくなります。ということは、潜水可能時間が長くなるはずですね。そして、エンジン音が以前より静かなので、ソナーに反応しにくいのです。ということは、敵に発見されにくいというメリットを持つわけですね。となると、こんな優れものを、どうして中国では使用しないのか、と、疑問が出てくるだろうという推測がありました。中国で、リチウムイオン電池を採用しない理由について、今日頭上波、リチウムイオン電池には、致命的な欠点がある。発火しやすいということだと、説明しています。リチウムイオン電池を搭載している、スマホやノートパソコンに、発火事故が起きたことは、確かに事実です。火事は、大変な被害を起こしますが、特に海中で活動する潜水艦での火事が起きたら、閉ざされて逃げ場のない空間での火災は、人命に直結する重大な事故になってしまいます。ですから、発火の恐れがあるリチウムイオン電池を使用しないというのは、理屈に合っていますね。潜水艦用のリチウムイオン電池については、コストなどの様々な課題のせいで、なかなか採用されずにきました。しかし、発火や爆発などの危険性については、かなり以前から指摘されていたとも報道されているのです。メリットとリスクを分かった上でも使わないということは、結局のところ、中国が作ったリチウムイオン電池の問題ということで、日本製の問題ではないということでしょうか。つまり、中国製が信頼できないというのが、正直なところなのでしょう。中国の他のメディアである、海自身も記事を載せました。10月24日ですが、王流派15年進んでいると言われているが、致命的な欠点も持っているという内容でした。これも、要するに、リチウムイオン電池は、発火する恐れがあるということでした。メディアが変わっても、言っていることは同じということです。世界中の、携帯電話や電気自動車に採用されている、リチウムイオン電池の大半は、日本製と言われています。従来の鉛蓄電池に変えて、リチウムイオン電池を搭載することで、潜水艦は、長時間の潜航ができるようになり、維持管理もしやすくなるとされています。それだけでなくエンジン音も、ずっと静かになるので、潜水艦自体の隠密性が高まるというメリットも増えることになります。潜水艦にとって、敵に発見されないことが、最重要ということは、言うまでもありません。
存在を隠し、探知されずに隠密行動をするために潜水艦があると言っても過言ではないと思います。潜水艦の位置を把握する方法の一つがソナーマンによって機体の音を捉えることです。ソナーマンといっても人間の耳ですから、機体の音が静かであればあるほど耳で捉えにくくなります。つまり発見される確率は当然低くなります。記事はこういったメリットを認めた上で、中国より日本は15年は進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しました。しかし、挙げて終わりではありません。日本の欠点もちゃんと指摘するのが中国です。前述のように、リチウムイオン電池には致命的な欠点があると言っています。それが、過充電状態下では、リチウムイオン電池は発火する恐れがあるということです。万が一このような発火事件が起きてしまったら、いかに高性能な潜水艦だったとしても、役立たずだろうと主張しています。それだけではなく、2013年、平成25年、1月、日本航空のボーイング787型機のバッテリー発火事故が起きたことも紹介して、同じような事故が起きる可能性があるかもしれないとも述べています。しかし、同年4月には、この飛行機の運航が再開されました。ということは、787型機バッテリーの安全性が証明されたためと思われます。ここで、単純な疑問が浮かぶのですが、発火の危険性を無視して、なぜ、リチウムイオン電池を使うのか、ということです。海自身の記事では、日本は原潜を所有できない。我々の軍事力は強くなっているから、我が国に対抗するためには、危険性があっても、リチウムイオン電池を選択するしかないのだろうと、述べています。つまり、中国に対峙するためには、多少の危険を冒しても、仕方なしというのが、日本の考えと推測しているようですね。邪推と思いますけど、記事の締めくくりとして、我々の原潜は言うまでもなく最強だが、いかんせん数が少ないのが不安要素であると、自慢と不安を並列させていました。なんだかんや言っても、王流には危機感を覚えていることは間違いないようです。潜水艦にリチウムイオン電池を乗せるのは、世界でも初めての試みとなります。中国を含め、世界中から、注目されることになるでしょう。日本製品の優秀さを証明することにもなるので、日本のものづくりにも注目が集まることになるのではないかと思います。